今回の大分コレクションは歴史と季節の景観を楽しむ癒しの空間と題して中津市の魅力をご紹介します。中津市本耶馬渓町にあります青の洞門にやってきました。こんにちは。あ、こんにちは。峰がずっとありますよね。約1キロあるんですけどね、これは福沢先生がですね、明治時代に守られた教習法ですね。教習法の中に青の洞門があるんですね。長さがですね、全長約350メーターぐらいあるんですね。前回和尚さんがのみと土で掘られたトンネル部分は144メーターぐらい今残ってます。そんなに長いんですね。長いです。で、実際ですね、まあ、現在残っているのは入り口と出口の2箇所なんですけど、それはもうのみの跡がですね、ちゃんと見えるんですよ。受け継がれて今も使われている、ね、ということなんですね。はい、はい、そうなんですよ。こちら春におすすめのスポットもあるって聞いたんですけど、もうちょうどですね、こう川を挟んですね、洞門があって、そしてこちらに綺麗な花が咲くんですね。ブルーの花がここ青にかけてですね、ネモフィラが咲くんですね。青ですもんね今日。そうなんです。僕も本耶馬渓はですね、全部青で統一と。そうなんですね。この一面がネモフィラになるってすごく楽しみですね。楽しみですよ。はい。ネモフィラの見頃っていつなんですか？見頃はですね、だいたい4月の中旬から5月の連休ぐらいが見頃になると思います。はい、その頃が一番いいと思いますけどね。ガイドもしてくれるんですか？ガイドはですね、観光協会さんを通してですね、いつでもやりますんでですね、ぜひ皆さんガイドの方も使っていただければありがたいかなと思ってます。はい、はい。こんにちは。こんにちは。すごく広々とした店内ですね。はい。こちらの全開茶屋さんはいつからオープンされてるんですか？はい、2016年の、日本新三景選定100周年という記念すべき年にオープンさせていただきまして、8年目を迎えます。甘味処全開茶屋と立ってまして、食事処ももちろんなんですが、この観光のお土産を販売しております。特におすすめのお土産はありますか？はい、やはりご当地で使っているそば粉をですね、使っているそば饅頭になりますね。そば饅頭、はい、美味しそうですね。はい、他にもあります？はい、お食事にはですね、少し試食でつけているんですが、当家の田舎もろみ、もろみ味噌ですね。はい、こちら人気ですね。何につけて食べるのがおすすめとかありますか？はい、通常はきゅうりとかそういったものにつける方が多いんですけど、私は個人的にご飯につけて食べてますね。はい、美味しそうですね。全開茶屋さんで春におすすめのものってありますか？はい、もう春だけなんですけど、ネモフィラソフトっていうソフトクリームを販売しております。ネモフィラソフトということは、お花のソフトクリーム？そうです、青いソフトクリームです。ちょっと楽しみです。はい、ぜひいただいてもいいですか？はい、ぜひ。もう本当まさにネモフィラの色そのままって感じです。はい、なんかほのかに甘い花の香りがしますね。いただきます。うん、すごい最初甘いんですけど、なんか最後になんか花の蜜のような花の味がします。花食べたことないけど花の味がします。まあ、よくお客様からも何味ですかって言われるんです。うん、ラムネとかですね、色的にはですね。うんうんうん、でもやっぱ食べてみないと私も説明がつかないほど、うん、まあ、ミルクをベースに作らせていただいてます。ちょっと花の香料を使ってこの色を出させていただいてます。美味しいです。ありがとうございます。後味もすっきりしてますね。ソフトクリームの他に何が食べられるんですか？はい、耶馬渓のそばはもちろんですが、団子汁とかうどん、または甘味ですね。はい、用意しております。皆さんもぜひ耶馬渓に来た際はこちらでご飯を食べて思い出を作ってみてはいかがでしょうか。ぜひ来てください。